Welcome to Death Rush! ここではスポンジボブのステップをマスターしよう。スポンジボブはその場で左右に跳ねるかっこいいステップだ。ダンスガイドを参考に真似して踊ってみよう。まずは左足を外側に蹴り出すと同時に右側に跳ねてみよう。次は蹴り出した左足を畳むと同時に右足を真ん中にスライド。この時蹴り出した足を畳むその勢いを利用してスライドさせるのがポイントだ。次はそのままの体勢から先ほどと逆に右足を外側に蹴り出すと同時に左側に跳ねてみよう。そして蹴り出した右足を畳むと同時に左足を真ん中にスライド。これを繰り返せばスポンジボブのステップはバッチリだ。それでは実際にやってみよう。3、2、1、蹴り出す、畳む、蹴り出す、畳む、蹴り出す、畳む。 OK、 今度は倍のスピードでやってみよう。3、2、1、蹴り出す、畳む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 。 OK、 完璧だ。レッスンで動きをマスターしたらいろんな曲で活用してみよう。